あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、もしおじさん、あの後ね、すぐにびっくりマークが出たけん、ちょっとこっちからもう一回。よし。どうだ、あゆなよ。大切れ地を使って素材を集めておるか？集めてる。もしもお主がたくさんの素材を集めておるのなら、そろそろ持ち物の管理に手こずっておるはずだ。あー、なんか結構ね、持ち物いっぱいになっとるもんね。せっかく素材を手に入れても持ちきれず、泣く泣く手放すこともあったかもしれぬ。あー。そこでだ、あゆな。我が輩は素材集めに、精を出すお主のために、メルキド録を必死に読み解き、大倉庫の作り方を調べておいたのだ。大倉庫？大倉庫があれば素材集めが恐ろしいほどに便利になるであろう。マジでそんなに？大倉庫の作り方を教える。早速作って、まずは我が輩に見せてくれ。あ、教えてくれるんや。大倉庫、頑丈に作られた大型の倉庫。もう倉庫って言えるもんね。今までの収納庫やろただの。倉庫って立って入れるんかな？ちょ、とりあえず作れるかどうかを。どこだ？あったあった、大倉庫。あ、ダメや、全然足りてない。ちょっと待って、木材、毛皮、壺。木材、毛皮、壺？ちょっと待って。壺と、木材。あ、木材は作れる。木材何個いるんやっけ？ 2 個？ 2 個って書いとった？ちょ、とりあえず、取りに行ってこよう。材料が足りない。この辺の、てかこんな近くに木あったんや。ね、私前の日めっちゃぐるーっと回ったよ。とりあえずこれを壊して、これで、壺は、青い油がない。青い油を取って、ってことはスライムをやっつけろってことやね。んで、あと、木材は大丈夫やろ？で、大倉庫。毛皮ってなんだ？今までゲットしたことないよね。多分ないと思う。でもこの辺にさ、なんか毛皮を身にまとってそうなモンスターを別におらんのよね。ほら、青い油はこれで。こいつらをやっつければ。あれかな、毛皮は、さっきの大切れ地の里？前に行った大切れ地の里っていうところに行けばあるかな。とりあえず、木材と壺を作ったら、あとは毛皮を調達しに行かなければ。おし。毛皮。旅立つ。到着。おし。で、毛皮。大切れ地のさ、このなんか、かぶっとるやつあるやん。かぶっとるっていうんかな。あれって、毛皮かな？あ、もしかしてかぶっとんじゃなくて毛？今まで大して、ほら、初めて毛皮を手に入れた。お、皮の鎧をひらめいた、マジで？なめした皮を金具で繋いだ鎧。やったね、皮の盾。なめした皮を木の板に貼り付けた小さな盾。これでやっと、ボロの服じゃなくなるってことや。やった。やった。大切れ地様々。ん？あ、びっくりした。キノコかと思ったよ、一瞬。逃げられたけん別にいいや。じゃ、今度次こいつ。なるほどね。大切れ地から取れるわけだね、毛皮は。よし、これで、もう揃った？多分、いけるはず。毛皮3つ、OK ね。はい。ってことで、さあ、持ち物を、キメラの翼を使って、帰ろうか。キメラ、これ、使う。キメラの翼を使って拠点に帰りますか。はい。おーっと。あー、でも、すぐそこやったね。旅の扉のすぐそこやったけん、別に使う必要なかったかも。なんか無駄遣いした？んで、とりあえず話しかける前に作ってしまわんと。しまわんとっていうか、作らんと関係ないもんね。クリアしたことにならんけん。へい、木材。ブナ原木から作れるやつ。持ってる素材を全部使う。もう全部使っていいよね、こういうのって。お、ベンチ思いついたよ。木でできた横に長い椅子。
フェンス。木でできた開閉式の柵。すげえいろんなもん思いつく。作れるものがどんどん増えてく。キメラの翼とか使わない。何かといえばキメラの翼だな。で、次は壺。よし。壺を一個作った。んで、大倉庫ね。どうだ。お、大倉庫を一個作った。できたできた。できたよ、クリアしたよ。おじさんおじさん。お、来た来た来た。へい。おお、これが大倉庫なるものか。素晴らしい。これで素材集めがはかどるな。そうなのね。もちろんどこかに大倉庫を置いておけば、素材集めの間に持ち物がいっぱいになっても、持ちきれなかった素材を自動的に集め、大倉庫の中に入れておいてくれるのだ。お、めっちゃ便利やん、それ。大倉庫に入った素材は収納箱と違い、どこにいても取り出せるぞ。さあ、アユナ、これで心置きなく素材集めができるだろう。どこにおっても取り出せるってめっちゃいいやん。やばいね。大ケルチの里にあるという、銅や石炭、石材などはもう手に入れたか？全然手に入れてない。メルキドロクによれば鉱石で作れる、炉と金床があれば金属を加工できるらしいのだ。アユナよ、もしまだ鉱石を手に入れていないのなら、大倉庫と大ケルチを活用して大ケルチの里の山の斜面から採掘してみるのだ。山の斜面から？へぇ、そっから掘り出せるってこと？クエストコンプリートで油もらったよ。青い油。へい。ってことで、これをちょっと、めっちゃでか。これ片手で持っとるってやばくない？めっちゃ力持ちや。おぉ、定まらぬ。ここか。あ、全然、消してしまった。ここね。ほい。めっちゃでか、やば。あ、でも倉庫って言ってもやっぱり、でっかい版の収納箱って感じね。オッケー、オッケー。はい、っていうことで、こんな感じだよ。あとは、なんか、石材が取れるって言ったけど、石材やったらね、ここにもあったはずなんよ。この拠点にもね。邪魔な石材が、あ、これは石材じゃなくて羽やね。あれあれあれ。ね、向こう側に。あれ超邪魔ないよね。一見ちょっと、できるようになったのなら、あれを壊してしまいたいんだけど。とりあえずちょっと、足場がいる。よいしょ。ほい。んで、これを、大木槌で、へい。ほい。よし。おー。やったね。初めて石材を手に入れた。ん？石の剣をきらめいた。鋭く削った石に、木の持ち手をつえきつけた剣。やったね。石のテーブル。石材を磨いて作った小さなテーブル。お、石の椅子、石材を磨き、毛皮をかぶせた椅子。お、毛皮かぶってんだ。石の階段、あ、やったね。石の階段が作れるようになった、これで。やった。階段欲しかったんよね。石の作業台。あれ？今ある作業台も石じゃなかったっけ？あ、今のは切り出して、その場から持ち運べるっていうだけで、新たに作り出せるわけではないってことか。なるほどね。そういうことね。オッケーオッケー。これで一応新たな素材も手に入ったし。じゃあこの辺で一旦終わっとこうかなと思います。はい。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。おー、なんだなんだ、びっくりした。ちょっと待って、ちょっと待って。締めの言葉言ってる途中なんだからさ、ちょっと入ってこないでよ。ちょっと。めっちゃ入ってくるじゃん、こいつ。うおー。しかもみんな助けてくれない。寝てるの。はい、ってことで、気を取り直して、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントをありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。もしかしてマイクラでゾンビが出てくるように夜になったらドラクエではゴーストが出てくるってこと？